トータルゴルフフィットネスゴルフコーチの中島です。今回ご紹介したいのはトラブルからの脱出法、まあ、伝え身の避け方っていうところをちょっと説明したいと思います。この間ちょっとラウンド行った時に撮らせてもらって2パターン撮ってきたんですけど、まずこの画面をちょっと見ていただくと目の前に木がある状況になってます。でグリーンはこの右の奥の方に、ロングホールのこれ、まあ、セカンドショット地点ぐらいのところで撮らせてもらったんですけど、まあ、まずこの状況で皆さん安全に行こうと思って刻みすぎてる人が多いのかなっていうのが、まあ僕がラウンドレッスンとかやらせてもらって思ってることなんですけど、まあ、この状況なんかは、右だったらこう結構曲がっても大丈夫っていう状況だけど、左曲がったらこれダメですけど、なるべく右に曲げる低い球を打ちたいっていうような状況なんですね。となると、持つクラブっていうのはなるべくロフトが立ってるものの方がいいです。これ3番ウッドを持ってます。これは、ライ的に3番ウッドでも打てそうだなっていうのがまず一つあったのと、あとボールクラブって、ボールに対してどういう角度で当たるかっていうことによって球が変わってくるんですけど、長いクラブっていうのはロフトが立ってるクラブっていうのは、横から払うような設計になってるんですね、クラブとか。それをあえて上からぶつけるような軌道で打つとボールっていうのは右にこう滑ってスライスがしやすくなるんです。それを利用したようなショットになります。普通のスプーンを打つようなスイングはしません。これはもうぶつけて終わりみたいな感じです。これ実は、この辺から来てビューってスライスしてって200〜230ヤード飛んでるんです。これだけでも相当グリーンに近づけられるし、まあ、セカンドショットだとすればバーディーチャンスにつけられるチャンスが広がっていくんですけど、ここをまあちょっと消極的にただその辺に出すだけにしてしまうと、もう残りが200ヤード以上残ってしまったりであったりとか、まあ、160、70とかなって、やっぱりバーディーというよりも頑張ってパーを取るみたいな攻め方になってくるので、まあ、このぐらい左がまあダメだけど OB ではないので、まあ、リスクを負ってもいっていいかなとは思いますよね。でね、やっぱりゴルフ、クラブの選び方がすごい大事だと思いますね。さっきも言ったんですけど、なるべくクラブが立っていることであるし、ラインに対してまず打てるかどうかっていうのが第一条件ですね。これがものすごいラフで全然球にコンタクトできないなってなったらサーブアウトはないと思うんですけど、まあ、これは結構土ベアグラウンドっぽくてボールに直接コンタクトはできるっていう状況だったら、もうサーブアウトとか時にはドライバーとか使ってもいいぐらいだと思いますね。で、皆様にお伝えしたいのはそのクラブ選びもそうなんだけど、こういうショットの練習をたまにはしてほしいと思うんですね。練習場で綺麗なスイングを綺麗な球を打つそのための練習もすごく大事だけど、やっぱりこういうちょっとこうコースに来たら器用に球にぶつけるだったりとか極端に右に曲げるだったりとかっていうのが本当に、まあ、特に試合とか行った時には役になってくるので、まあ、こういうのはぜひね皆さん練習を してみるっていうのも一つだと思います。今度はね左に曲げなきゃいけない状況です。これは左がこう松があってグリーンが左にあるんですね、で本当だったら平らなところから打った方が良かったんですけど、どうしてもこうつま先下がりしかなくて、つま先下がりからちょっと大きいフックを打たなきゃいけないっていう、まあ、かなり厳しい状況になってます。これはどうやって打ったかっていうと、これももうフェースをとにかく返す、インサイドから入れてフェースをとにかく返す、もう綺麗なスイングがしてる場合じゃないっていうところですね。で残りの距離はねこれ200ヤードぐらいだったんですよ。で本来だったら200ヤードだったら私だったら4番ヤンとか持つんですけど、4番ヤンではねこのラインからねフックがかけられないんですよ、基本的に。なのでこれ今7番ヤン持ってます。で7番ヤンでフェース立てて右ちゃんと向いてカーンって返してあげると、これもうグリーンの、ね、すぐ手前ぐらいまで行ってくれたんですね。だからもうここはクラブ選びもすごい大事です。ここはね絶対右はダメなんですよ。だから考え方としてはグリーンの近くまで行ったらいいな、で絶対に左に曲げる自信のあるクラブで打ってますね。これね6だと怪しいなって感じだったんですね。なので、まあ、7でしっかり左に球を捕まえられるように
6より7の方が捕まるし、7より8の方が捕まるので、まあ、その辺はご自身 の, その力量によって選ぶクラブを変えていったりとかしてみてほしいなと思います。もちろん皆さんのこうレベルによって攻め方って変わってくるんですけど、ある程度球が打てる人だったら少し考えてみて、なんていうんだろう、少しでも悪あがきして1打でもこういいスコアで上がろうっていうような攻め方をされると、まあゴルフがより楽しくなるのかなと思います。はい、打ち方に関して言うと、まあここでは一言では説明できませんけど、この打ち方に関してはもうしっかりね、右向くことが大事ですね。グリーンよりはるかに右向いて引っ掛けボールを打たなきゃダメです。これが中途半端にね、グリーンの方向いたりであるとか、グリーンの方に振ろうと思ってしまうと、こう引っ掛けてこの木に当たるなんてことはよくあることなんで、もう右に出て引っ掛けて、もうこれはもう徹底して練習しておくべきですね。こういうのを練習場で、しっかりコースで本番で一発じゃできないですから、練習場でもたまには遊び心を持ってやってみてもらえるといいかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。